ロゴマーク命の輝きは2025年日本国際博覧会のロゴマークとそこから派生したキャラクターに対する俗称。日本時間2020年8月25日にロゴマークが発表されるとともに、その奇抜なデザインが話題を呼び、数々の創作が行われた。採用されたロゴマークは赤色の円や楕円などを組み合わせて構成されており、 前回開催された1970年の日本万国博覧会のロゴマークの一部を細胞核として使用し、ロゴマーク全体を細胞の集合体に見立てて命の輝きが表現されている。ユーモアと奇抜さが審査員の目に留まり、ロゴマークに選ばれることとなった。チーム稲荷が命の輝きをテーマに制作した。チーム代表者の島田田もによると、 太陽の塔のように衝撃と独創性のあるものを目指して制作されており、万博の顔になっていくのが最高に嬉しいと述べている。日本の大阪府大阪市この花冬メスで開催される予定の万博のロゴマークは最優秀賞受賞者には賞金300万円が贈呈されるという表彰を用意した上で2019年11月29日から12月15日にかけて 一般公募が行われた。応募件数は5894件に及び、建築家、安藤忠雄を中心とし、漫画家、荒木博彦、映画監督がライナ・オミヤ、元女子サッカー選手、澤ワ・ホマレラが参加した、選考委員会が候補5作品まで絞り込んだ。候補5作品の決定においては、命輝く、未来社会のデザインという万博のテーマに沿っているかが、重視され、 交差は、うねりといったデザインで、力強さや調和などを表現した作品が選ばれた。この際、日本を含む186カ国で著作権情報や商標登録が調査され、候補作と類似した作品が存在しないことが確かめられた。候補5作品は2020年春に発表予定であったが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に、 伴って発表が延期されていた。同年8月3日にロゴマーク決定の最終候補5作品が発表された。8月3日から8月11日にかけて一般からの意見が募集された後、新型コロナウイルス感染症の流行以降の世界で万博を彩るものを選びたいという方針の下でロゴマークが決定され、2020年8月25日に発表された。 選考委員会の委員11名のうち8名がチーム、稲荷のデザイン案に票を投じた。発表直後、ロゴマークは大きな反響を呼んだ。ツイッターでは、ロゴマーク中の細胞格が眼球として解釈されたことも手伝って、ロゴマークというよりも、キャラクターとして扱われており、ユーザーに不気味な印象や、 むしろ可愛らしい印象を与えるなど、ユーザーの間では大きく意見が割れることとなった。寄生獣の右、星のカービィのクラッコ、神話生物、鞘の歌の、肉あやかし、SCP 財団の SCP-066、映画、SF ヒト食いアメーバの恐怖などになぞらえるユーザーが、多発し、殺してくんなどのあだ名も付けられた。ミスタードーナツのポンデリングや、 キャラメルコーンになぞらえる声もあった。擬人会をはじめイラストも発表から1日も経たないうちに数多く制作され、編み物やパンサラダなどのグッズや無料ゲームを制作するユーザーも見られた。この過程で命の輝きくんという名称が広まりを見せた。日本国際博覧会協会がロゴマークの特許を出願し、公式グッズも販売予定であることから、 非公式グッズの販売は認められていないものの、個人の範疇で楽しむことは容認されている。政治家、丸山実高は、ロゴマークに対して、政治的に気持ち悪いと述べ、嫌悪をする言葉を並べた。一方で、大阪府知事、吉村博文は、噛めば噛むほど味が出る、脳裏にへばりつくようなロゴと高評価し、茂木健一郎も、賛否両論あることを踏まえた上で、 生命の豊穣と強靭性を象徴するような印象、とコメントし絶賛した。ジャクシン・ンも人々を引き止める違和感が巧妙にデザインされていると評価した。ツイッターの大喜利で話題に上ったコンテンツも少なからずロゴマークに反応を示しており、ムックやメイド・イン・アビス作者つくし、秋人などが肯定的な反応を見せている。ABC、大阪。 関西万博ロゴ決定赤い細胞に70年度語を取り入れ、命の輝き表現、毎日新聞、2020年8月25日、2020年8月26日閲覧。ABC 万博ロゴ、奇抜さや、ユーモア決めてに、細胞の連なり表現、朝日新聞、2020年8月26日、2020年8月26日閲覧。AB、 大阪、関西万博ロゴマーク公募サイト、公益社団法人2025年日本国際、博覧会協会、2020年8月26日閲覧。ABC 吉川大輝大、大阪万博のロゴマーク、ボスキャラ見たいと、ツイッターで話題に、アイティメディア、2020年8月25日、2020年8月26日閲覧。ABC、 大阪万博ロゴマークに、キモい、どうしてこうなったの声も公式、受け入れて。週刊女性プライム、2020年8月26日、閲覧。ABC、大阪万博ロゴ、最終候補5作品発表8月下旬にも決定。日本経済新聞、2020年8月3日、2020年8月26日閲覧。ABC、つかみは、OK。 大阪万博ロゴ賛否両論を創作意欲かき立てる産経新聞、2020年8月29日、2020年8月30日閲覧。AB、大阪、関西万博ロゴマーク決定で、寄生獣が似てるとトレンド入り、デイリースポーツ、2020年8月25日、2020年8月26日閲覧。AB、大阪、 関西万博のロゴ決定に気持ち悪い、可愛いと意見が割れる SNS では何に見えるか大喜利も。ネトラボ。2020年8月26日閲覧。AB、ポンデリングキャラメルコーン ?2025 年大阪。関西万博のロゴマーク発表でトレンド入り。中日スポーツ。2020年8月25日。2020年8月26日閲覧。 AB 万博のロゴマークが、爆速でネットを石鹸グッズ制作、応援イラスト、擬人化など創作クラスターが大盛り上がり。ネトラボ。2020年8月26日閲覧。して、殺して、大阪万博ロゴマークが、命の輝きをテーマにした名城しがたきデザインで、大人気に、ファンアートも多数登場。ニコニコニュース。バザップ。 2020年8月28日閲覧。万博ロゴマークがたった1日で、続々とゲーム化、命の輝きくんが踊ったり跳ねたり弾んだり。ネトラボ。2020年8月26日閲覧。丸山穂高氏が万博公式ロゴマークに大ぼやき、なんでこれやねん東京スポーツ。2020年8月25日。2020年8月26日閲覧。 吉村知事いじり、倒される万博ロゴ、個性も姿形も違う細胞同士が、デイリースポーツ、2020年8月26日、2020年8月26日へ閲覧。吉村知事、万博の独創的ロゴに、一生忘れられない、日刊スポーツ、2020年8月26日、2020年8月26日へ閲覧。モテ健一郎氏、 賛否両論の大阪万博ロゴマークを絶賛。何よりも強烈。さすが大阪。半端ない。スポーツ放置。2020年8月26日。2020年8月26日閲覧。なんか怖い。大阪万博ロゴマークに、賛否両論、弱視に優順し、違和感が上手にデザインされている。 アメーバタイムズ、https コロンスラッシュスラッシュタイムズ .abema.tv スラッシュポススラッシュ86218772020年8月30日閲覧。マキュー・フィシャル、わわわ。このロゴを見たときに、あれ私かなかと思いました。これは必ず、大阪、関西万博に行かないといけませんぞ。ツイッターより2020年8月30日閲覧。 つくしや、メイドインアビスでエゴサすると、大阪万博のロゴ発表のニュース出てくるのなに。それは、ともかく可愛くてインパクトあって素晴らしいロゴマークですね。ツイッターより2020年8月30日閲覧。ありがとうございます。